おはようございます。おはようございます。今日はジムに行く日の一日を撮ってみようと思って、起きた瞬間にカメラ回してみた。朝起きたらとりあえずプロテイン飲んで朝ごはん食べます。だるプロテイン作って、朝ごはん作って、食べてるところ撮ってると思ったら録画ボタンずっと押してなかった。だるなんかね、鼻の下痛いんだよね、めっちゃ鼻の下。わかる？これ。これ。これ見える？わかる？これ。痛い、めっちゃ。なんなんだろう。よし、洗い物。ごちそうさまでした。一応、血を取るか。髪の毛やば。よいしょ。よし、作る。筋トレ、ある日もない日も変わらず1日4食とってて、朝で昼筋トレやと、で夜だけは炭水化物を抜くように言われてるので、今から昼と筋トレ後の3食目を作っていくでしょうか。もうめんどくさいから簡単に鶏むね肉のチャーハンと、あとイカも高タンパクで低脂質みたいなんで、イカとからし菜の炒め物を作ろう。とりあえず切るもの最初に全部切るか。これもう炒めるだけだから、はい、Hey buddy, what happened? 犬が鳴いてる。なんか本当はなんかカッコつけてこの髪の毛とかもセットしたり、この青ひげもどうにかしたりしなきゃいけないと思うけども、もう飾んのやめた。もうめんどくせえ。ありのままの姿をお届けする方がリアルがあって楽しいんじゃないかなと思って。楽しいかどうか知んねえけど。よし、こっちでイカ見えないね。見える？見える？見にくい？ピント？こっちでじゃあこっちでイカいく。でどっちも油はあんまり使いたくないから少しの油で。
よし。最悪。カッコつけてフライパン返ししようと思ったら全部出た。最悪マジで。まあ、いいや。さすがに下のやつはやばいよね。さすがに最悪だよ、クソ。土手作ってこの真ん中でやるもん。めんどくせえ。くそ、殻入った。最悪。グダグダ。ちょっと待って。うまくいかない。カッコつけさせて。取れないんだけど。どこ行った？もういいや。食べるときに口から出せるから。それで行く。めんどくさい。はい、これがイカとカラシナの炒め物で、ここが鶏胸肉のチャーハン。よし、それではいただきます。もうちょっと話す？これぐらい？うん、味薄い。何でも食える。最後ちょっと醤油足してもよかったかも。あ、やばい、電池切れる。ちょっと食事シーンカットでいっか。これはね、近くに父親がいて喋れないからアフレコで行く。今ね、ジムに持っていくやつで紹介してるボディーソープで、これがジムの後に食べるご飯。もどかしい。はい、わけんが。はい、お弁当で、プロテインで、水で、タトゥー隠すアームカバー。よし、行くぜ。よし、それじゃあジムに行きます。よいしょ。せっかく今日は足トレの日。めっちゃ緊張する。足トレめっちゃきつくない？いつもめっちゃ緊張するんだよね。では出発。以上です。こんなんで大丈夫？まあ一応これ2本目の動画で、1本目よりはまだいいんじゃないかな。ってことで、次回はトレーニング風景、そしてトレーニング後をお届けします。あ、もしよかったら高評価とチャンネル登録していけば。
じゃあね。